それではこれより7月18日ライズワールドシリーズ大阪大会に出場します川上京選手の、公開練習を行いたいと思います。まずはじめにシャドウから行っていきます。それでは川上選手お願いします。残り1分です。残り30秒です。残り10秒です。はい、終わりです。ありがとうございます。ミット中に移りたいと思います。少々お待ちください。はい、お待たせしました。はい、それではミット中お願いします。残り30秒です。残り10秒です。終わりです。ありがとうございます。それでは質疑応答に移りたいと思います。少々お待ちください。じゃ、喋られへんよ、マルさん。ほんまに。やめてくださいよ、マジで。ほんまに大丈夫、それは。大丈夫ですか。小枝さん。ちょ、ほんまかも。はい、では、お待たせしました。質疑応答に移りたいと思います。それでは、ご質問のある方、質問お願いします。では、よろしくお願いいたします。お願いします。最後の最後に対戦カード決まりましたけど。あ、はい。
決まった時はどんな感じですか？ああ、でもあんまりなんかやると思ってなかった選手やったんでちょっとびっくりしたんですけど、でもまあ楽しみですね。めっちゃ決まって今大阪なんで。どうですか対京谷？いや名前、僕的にはめっちゃ名前が結構あると思うんで、なんかだからまあ美味しいなとは思いますけど、でもまあ、まあ、ランカーなんで絶対負けられへんですよね。でも勝ちます、頑張って。やっぱり川上選手の中ではあのシュートボクシングのチャンピオンとライズのランカーっていう図式でこう、はい、受け取るマッチメイクですか？ああ、まあ多分みんなから見たらそう見えると思うんですけど、まあ、僕は別にそんなに考えてないですね。あの川上選手、去年の11月にライズに、はい、あの初めて上がって、もうすでに1回経験済みですけども、ライズのリングって1回上がってどんな印象をいただきましたか？あー、でもめっちゃやっぱいい舞台やなと思いますね。めっちゃやっぱりアベマとかでもやるし、やっぱ大舞台やなって思いますね。めっちゃ実際周囲からの反響はありました？周囲からの反響はやっぱありましたね。めっちゃありました。やっぱどんな感じで？やっぱみんなに見たよって言われるんですけど、負けたっすけど、すいませんしっかり負けたっすけど。実際に戦った大崎和樹選手はどんな感じでした？どんな感じだった、はい、いや正直、まあ、最初ほんま勝てるなと思ったんですよ。絶対いけると思っとって、でやった感じもほんまに勝てるなと思っとったんですけど、まあ、ちょっとずつちょっと行き過ぎてバテてもって、ちょっとずつこう削れていってって感じですね。でそれから、8ヶ月試合とか行きましたけども、はい、ライズの次はまたライズってことになりましたけど、はい、このインターバルの期間中どんなところを鍛えることができました？やっぱりディフェンスちょっとこの間もらいすぎちゃったんで、そこのディフェンスとか意識して、まあ、あとちゃんともっと攻め切ってほんまはっきり勝てるように倒す練習とかはしてましたね。じゃあ今回のテーマの一つとしてやっぱり攻め切る、倒す。そうですね、しっかりはっきり勝ちたいですね。ルール的にはもう慣れました？ああ、そうですね、だいぶこのルールはやりやすいなと僕は思います。この選手にとってはやりやすい？そうですね、やりやすいですね。わかりました。で実際現時点ではこの大ベテランの京谷選手ってどんなイメージですか？選手としてですか？まあもうちょうど終わりぐらいの時期ちゃうんですかね、多分。じゃあもう自分でインドを渡したいぐらいの？あ、そうですね、もう倒して終わってもらいます。もう倒すイメージもできてる？そうですね、倒すイメージはできてますけど、まあ結構僕マイナスなことも考えちゃうんで、そんな感じです。今日はマイナスとプラスどっちが大きいですか？なんかこう試合近づくにつれてこうプラスに変わっていくんですよ。最初めっちゃマイナスなことばっかり考えてもって、ちょっとマジで結構静かになっちゃうんですよ僕。そんな感じです。で今回ね、京谷選手とやるってことで階級を上げることになるんですよね。はい、55。あ、そうです。はい、どうやっぱりね、軽量級だったらこの2キロの差ってかなり大きいと思うんですけども。でもなんかもうほんまに練習とかでやっぱ大きい人とばっかやってるんで、ちょっとその辺の感覚がちょっと狂っちゃってて、もうあんま気にしてないですね。でもやっぱ関係あるんでしょうけど、あんま気にしてないです。でも練習でいつも大きい人とやってるってことは55に上げてもそんなに？あ、そうですね、怖さは全然ないです。はい、でもマイペースでいつも通り戦えるっていう感じですね。今後も55で戦っていくって感じを受け取ってもよろしいですか？そうですね、まあちょっとまだ悩んでますそこは。はい、でも対戦相手によってまた53に戻すかもしれないし。あ、そうですね、それはあります。でも結構減量とか厳しくなってくるんじゃないですか？そうですね、だからしんどい分そのあんまりこうなんて言ったらいいですか、53キロやったらちょっとこう自分、あ、これ自分がやりたいと思ったらやりたいなって感じですね。でも自分がやりたくないなと思ったらそんなに無理してはやりたくないですね。でも今回55ということは減量にはそんなに苦しまなくても済む？あ、全然余裕です、55キロやったら減量は。地元での試合ということでどうですか？あ、
めちゃ楽しみです。それは地元でやることあんまないんで、コロナとかもあってって感じですね。応援団は？応援団も結構来てくれます。いっぱい急遽なんですけど、みんな結構来てくれるんで、もう急遽声をかけてもやっぱ応援に来てくれるか。ああ来てくれるみたいですね。結構ご自身のジムの中でもこのマッチメイク、この対戦カードの評価ってどんな感じですか、周りの？でもみんな結構やっぱ知ってるんですよね。なんかタケルに勝った男やみたいな感じでみんな言われます。そこはめっちゃ美味しいなと思いますね。美味しいですね。そこはじゃあ今回いい勝ち方をして次につなげたいって感じですね。そうですね、勝ってまた次チャンスもらえれば嬉しいですね。まあ、コロナもあってホームのシュートボクシングで戦う機会があんまり最近ないですけども、はい、ホームではこれからどうしたいって何かありますか？どうしたい？あんまないですね、別に。でも今チャンピオンじゃないですか、はい、でこのベルトをどうこれからどう生かしたいっていうのがあるんじゃないですか？やっぱりその僕が他団体の人らに勝つことによってそのシュートボクシングの価値は上がると思うんで、それを頑張ってやりたいですね。でしたら、ね、今回戦う京谷選手はベルトはこそないけれども、やっぱり、ね、はい、過去に武尊選手に勝ったり、ね、名前はすごく、そうですね、ありますよね。あります、めっちゃ。でも普通になんていうんですか、普通に多分結構全然その辺のチャンピオンより僕は強いんちゃうかなちょっと思ってるんで、だからまあ美味しいですね。で京谷選手は京谷選手でもかなりいろんな策を巡らして、はい、ね、挑んでくると思うんですけども、はい、その辺はいかがですか？その辺はそれは僕も一緒なんで、まあみんな考えると思うんでそんなに考えてないです。もう策はバッチリ？策ですか？策がちょっと急遽だったんで、まだあんま考えれてないですね。どなたと一緒に考える感じになりますか？どなたと一緒に、まあ、お父さんとか、あと吉高さんやったり、あとファントム道場の代表のファントム信也さんとかにも教えてもらったりしてます。わかりました、はい、じゃあ最後にですね、ライズファン、シュートボクシングファン、川上選手のファンに向けてですね、メッセージをお願いいたします。はい、今回、ライズ大阪で地元なんで、しっかり KO で勝つんで、皆さん応援よろしくお願いします。楽しみにしてください。ありがとうございます。では質疑応答を終了し、川上選手の公開練習を終了したいと思います。川上選手ありがとうございました。ありがとうございます。